プレーナンバー4の24、西宮セカンドダウン12、ボールオンは相手陣45ヤード、試合時間残り3分を切りました。QB サーク、クォーターバック18番、プレイアクションからパスを投じようとしましたが、プレッシャーから QB サーク、しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しております。サックは大阪ガス44番。先ほどのプレーのフラッグは無効です。反則なしとなりました。大阪ガス後半1回目の後半2回目のタイムアウトを取りました。